日本は次期戦闘機開発に着手したものの、新進のテスト飛行終了後、話が二転三転しているありさまです。次期戦闘機を準国産開発するために、イギリス、イタリアとの共同開発計画に参加しているとのことです。今回は、その3カ国共同開発に XF9 エンジンが使用されるのかどうか、見ていきたいと思います。仮に、XF9 エンジンが使われないとしたら、日本はどうするのでしょう？F3 戦闘機は、開発にアクセルがかかり、日本に導入されるんでしょうか。F35 戦闘機にも、開発期間がかなりかかっていますよね。X2 新進を量産化して空自に導入する方が、時間のロスが少ないような気がするのは筆者だけでしょうか。新進を少し大きくして格納部分を増やすと世界最強になるんじゃないかという声もあるようですが。では、ここで、ネット上のいろいろな意見を紹介しましょう。XF9 エンジンは残念ながら使われないだろう。日本がイギリスと組んだ時点で、イギリスのロールス・ロイス社製エンジンに決定。IHI のエンジンでいいなら、テンペストは、ドックの昔に、FCAS、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システムに統合されて、フランスのスネクマ社製のエンジンを搭載してるはずだよ。国会を通ったんだから、予算がついているのは当然でしょう。F3 戦闘機のエンジンは、ロールス・ロイス社が主体ということだし、日本は、肝でないエンジン部分、圧縮機とか、そこらあたりの開発や生産担当になるんじゃないかな。日本以外の F3 には、ロールス・ロイス社のエンジンが採用されるのは確定だよ。日本用の F3 には、オプションで IHI の作ったエンジンを乗せるかもね。日本が、どうしても国産エンジンじゃなきゃダメと主張したら、日本用だけならできるんじゃないか。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに IHI は絡めなくなるだろう。将来的に F3 戦闘機がイギリスやイタリア以外にも輸出されるとしても IHI は蚊帳の外ということになるだろうな。EJ200 のタービン温度1550°C というのは完成当時のもの。勝った。って思うけど、それで喜んでちゃダメ。甘い。日本の IHI にタービンブレードを作らせたら即解決では？低中圧のタービンブレードなら作れるって言うから、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗。同じ国なんだから、他の日本メーカーがその尻を拭くのは当然でしょ。ロールス・ロイス社は、トレントエンジンでも、高圧タービンは絶対手放さなかった。高圧タービンは、低中圧タービンよりずっと難しかったのに、ロールス・ロイス社のは問題を起こさなかった。違いは明らか。発表していないから、ロールス・ロイスの具体的温度は不明。けど、EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は、EJ200 より出力3割増し。当然、背後には、ハイスピードな技術進歩があるんだろう。1550°C というのは、1980年代半ば EJ200 が開発された頃に出した数字。それから40年も経って状況は変わっているよね。日本製エンジンは使われない。エンジンは実績が重要。昔よりコンピュータが進化して、正確なシミュレーションはできるようになったけど、やっぱり実際に使ってみないとわからない不具合は山ほどある。全く実績のないエンジンを戦闘機に採用するなんて、危険すぎる賭けだろう。予算がついたから国産でとは限りません。日本は、今までのように大金をはたいて完成品を買わせられることになるだろう。国産にするのなら入札か随意契約だろうし、結果は公示されるから確実にわかるはずです。日本製エンジン、当然使われるでしょう。日本では、次期、戦闘機エンジンの製造と、機体設計に、ちゃんと予算がついてるんです。軍事に関する限り、ニュースでも、利権が絡んだリークや、観測気球みたいな記事がすごくいっぱい出るよね。何を信じればいいのかわからない。軍事は動くお金もどでかいせいか、そういう関係のニュースの精度は全くひどい。こういうフェイクニュースに惑わされないでください。
日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで IHI と契約締結されてます。予算を紹介してあげますが、2021年度は、次期戦闘機用エンジンシステムその1で、契約相手は IHI で契約金額は158億円。2022年度は、同じくその2のエンジンシステムで、相手方は、やっぱり IHI、契約金額は164億円です。これは、次期戦闘機エンジン設計予算から出てるので明白です。IHI が設計したエンジンを次は製造するという当たり前の手順でしょ。日本は IHI が設計まで契約済み。今年度は製造にかかるわけです。IHI が設計したエンジンを製造するのはどの企業なんでしょう？ IHI 以外にあるのかな？イギリスは2027年にEJ200 の実証機を飛ばしてみたら、エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は、XF9-1 の段階で1800度 C 以上を叩き出した。EJ200 戦闘機は1550度 C くらいだよね。それで間に合うっていう、自信はどこから来るんだろう。日本用の F3 戦闘機には、日本のエンジンを乗せるということで納得されているんですね。イギリスもイタリアも、自分の国の企業に金を落としたいだろうから、自前のエンジンをつけられるなら、ロールス・ロイス社はつけたいでしょう。となったら、日本のエンジンはライセンス生産？ネックになる部分は、日本に作ってもらうかの二択でしょうね。EJ200 のタービン入り口温度って、今は一体何度？ロールス・ロイス社の旅客機用のトレントエンジンでは、爆発事故とか破損事故とか起きてるけど、知らないのかな？解決策として、IHI にタービンブレード作ってもらってるんだけど、このことはあまり知られてないのかな。忘れたふりしてる？日本の IHI の実証エンジン XF9-1 のタービン入り口温度は1800度 C という超高温。じゃあ、EJ200 って何度？それ以上ってことはないよね。日本は製造しようととっくに提案してるのに、XF9 系以外、エンジンで、一体何があるんでしょう。イギリスには EJ200 しかないですよね。XG240 戦闘機も実験中という話があるけど、情報は全然出てこないよね。どうなってるんでしょう。何回も言うけど、EJ260 にしても、非力なエンジンを乗せている。次期、戦闘機はどうやって飛ばすつもりなんだか。全く数字の答えが出てこないんですけど、何かごまかそうとしてます。イギリスで2027年に飛ばすと言ってる実証機は EJ200 戦闘機だから、バカにしてるんじゃない？トレントエンジンのタービンブレードってロールス・ロイス社が作ったものだった。知らなかった。要するにロールス・ロイス社が自力で問題解決できなかったから、 IHI が解決してあげたんでしょう。だけどそれをごまかしてません。ちゃんと公にしてよ。何の印象操作を狙ってるんだろう？そんなに一生懸命になって。ロールス・ロイスは、高圧タービンは手放してませんって言い張ってますが、中低圧で不具合出したのに、自分たちでは解決できなかったんですよね。大丈夫なんですかね。1550度 C なら、ロールス・ロイスでもできるだろうけど、1800度 C 以上だったら、素材技術を持っている国じゃないと作るのは無理じゃないですか。情報は全くと言って良いほど出てこない。XG240 はテストを続けているみたい。一応はね。日本から高温に耐えられるタービンブレードの技術を教えてもらったのかもしれませんね。どうあがいたって、日本で次期戦闘機を使い始めるスケジュールには間に合わないですよね。イギリス国内向け戦闘機は、自国が作ったエンジンを使うでしょう。となると X240 エンジンかもしれない。間に合うならねの話だけど、難しいでしょう。2023年12月22日、政府が2024年度、令和6年度、防衛予算案を閣議決定したことが発表されました。それによると、2024年度防衛予算案は、総額7兆9496億円の巨額に上り、
過去最高金額になったそうです。その中で640億円が、日本が初めてイギリス、イタリアとの共同開発を進めている次期戦闘機の基本設計及びエンジンなどの開発費用に充てるとされています。さらに、次期戦闘機の関連費用として、イギリス、イタリアと共同で設立する予定の共同開発機関への拠出金42億円が計上されました。これは、概算要求から2億円の上積みとなっています。また、次期戦闘機と連携して運用する予定の無人航空機研究など関連 AI 技術研究費として48億円を計上しています。そして、次期戦闘機に搭載する予定で、日本独自に開発を進めている次期中距離空対空誘導弾用に184億円を計上するなど、総額914億円に達しました。8月末の概算要求に4億円も積み増ししたことになります。次期戦闘機開発計画は、グローバル戦闘航空プログラム GCAP、GCAP という呼称で進めていくと、日本、イギリス、イタリアの3カ国政府から、2022年12月、発表されていました。2023年12月14日には、3カ国の防衛省が、次期戦闘機開発計画 GCAP を合同で管理する機関として、GCAP、GCAP 政府間機関、本部はイギリスを設立し、初代トップには日本人を置くと発表しました。日本の次期戦闘機開発の流れを紹介します。2035年には、現在運用している準国産 F2 戦闘機の退役時期になるので、その後継機を準国産で開発したいということから始まりました。アメリカ製戦闘機の購入やライセンス生産ではないということです。当初は、F1 戦闘機から F2 戦闘機へ受け継がれてきた準国産戦闘機の流れを受けた開発だったので F3 戦闘機と呼ばれていましたが、2010年平成22年8月に防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表、将来の戦闘機のコンセプトモデルとして I3 ファイターを提唱しました。 I3 ファイターの技術研究は機体のステルス性研究、開発は当時の防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁が主体になり、三菱重工業がステルス実験用航空機 X2 を試作し、2016年4月22日に初飛行、2017年10月31日まで、合計で32回の飛行試験を行い、ステルス性や機動性の検証を進めました。エンジンも国産製造を念頭に置いた上で、総発のハイパワースリムエンジンというコンセプトを提唱し、IHI が XF9 エンジンを開発しました。アビオニクス、飛行用の電子機器関連なども含めて、すべてを国内企業が主導する形が開発方針とされ、様々な関連技術の研究、開発を進めていたのです。2020年度、令和2年度、防衛予算に、初めて I3 ファイターの開発予算が計上されたことに伴って、それまでの呼称を改め、次期戦闘機と呼ばれるようになりました。そして、2020年10月、三菱重工業を開発主体として選定、正式に開発契約を結んだことが発表され、その他の企業として三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社の参画も明らかにされ、いわば、国内企業の総力を結集して開発を進めることが決定されたというわけです。このように、純国産で最新鋭戦闘機を開発する体制が整いました。しかし、これまで、戦闘機開発については、アメリカの統制下にあって、F2 戦闘機も純国産でありながら、機体設計は、ロッキード・マーティン製の F-16 ファイティング・ファルコンの焼き直しし、エンジンもゼネラル・エレクトリック製エンジンのライセンス生産だったのです。アビオニクスなどは、日本独自の技術が織り込まれてはいましたが、コアの部分はアメリカによって、ブラックボックス化されていたのです。こういった苦い経験から、防衛省は、日本国内企業だけでの次期戦闘機開発は困難と判断。海外で戦闘機開発に携わっている企業の技術協力が必要として、今までの経緯から、ロッキード・マーティンとボーイング、
イギリスの BAE システムズの3社に技術提携を模索していたそうです。2020年12月、防衛省は、これまでの関係が深かったロッキード・マーティンを提携先に選ぶ方向で調整していると公表。次期戦闘機インテグレーション支援として、ロッキード・マーティンが技術を持っているミッションシステムインテグレーション、運動性能とステルス性の両立、コンピュータシミュレーションを駆使した設計作業の技術について支援を受けると発表したのです。しかし、2022年5月頃からは、次期戦闘機開発の技術開発支援企業を、ロッキード・マーティンから、イギリスの BAE システムズに変更する可能性があると指摘されるようになってきました。その理由ですが、次期戦闘機開発計画とアメリカ軍の次世代戦闘機計画との連携度が低いこと、アメリカ軍の次世代有人戦闘機の開発計画が進んでいないので、ロッキード・マーティンの関心が低いことが挙げられています。その一方、BAE システムズは、イタリアなどとテンペストと呼ばれる次世代戦闘機の開発が進んでいて、時期的にも日本の次期戦闘機開発と重なることがあり、さらに他の装備品についてもイギリスとの共同開発案件が複数進行していることも理由にされていました。2022年7月19日にはイギリス政府が日本及びイタリアと次期戦闘機の開発で協力を強化すると発表。それを受け、2022年8月14日、日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト計画を統合して、共通機体を開発する方向で最終調整に入ったという事実が日本政府関係者によって明らかにされたのでした。こういった経緯から、日本政府は、ここまで次期戦闘機開発は日本主導で進めると旗印に掲げてきたので、防衛省内には、GCAP を合同で管理する GCAP のトップは、日本が抑える必要があるという声が高く上がりました。戦闘機開発では、技術的に日本より優れているイギリスに GIGO 本部を置くことは妥当ではありますが、こういったことで、組織のトップが日本人になったと思われます。3カ国の提携企業について紹介します。機体開発は、日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズ、イタリアのレオナルドの3社が、共同で開発を進めます。エンジン部分は、日本の IHI とイギリスのロールスロイスが中心になり、イタリアのアビオも加わる予定となっています。電子システムは、日本の三菱電機と、イギリスのレオナルド UK、イタリアから、レオナルドとエレクトロニカの4社が担当するそうです。蒸気企業の中から三菱重工業、BAE システムズ、レオナルドの3社は、共同企業体 JV を設立しました。本部は、イギリスで、初代トップには、イタリア人がつくそうです。防衛省は、2035年度までに、次期戦闘機初号機の配備を目指しているようです。導入数は、少なくとも約90機を想定しているようです。また、GCAP の一つ、イギリスも、現行の戦闘機ユーロファイタータイフーンの後継機として、2035年までの配備を目指しているそうです。ここまで読んできて、一番気になるのは何かと言ったら、やはり原資でしょうね。と言っても、国債発行高は、すでに限界近いということですし、やはり税金から、ということなのでしょうか。防衛増税と言われていますが、それしか方法はないんでしょうか？他の無駄遣いにも目を向けてほしいものです。筆者は、旧民主党政権時代の事業仕分けを思い出しましたが、あれほどスピーディーに雑にしなくても、じっくり吟味して、無駄な事業や交付金などを減らすよう、努力してもらいたいですね。